おはようございます。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。3月21日日曜日の全国の天気をお伝えします。今日は前線を伴った低気圧が発達しながら北日本に近づきます。また別の前線も本州南岸を通過していき、全国的に雨となりそうです。ではお天気アイコンで見ていきましょう。広く雨が降りそうです。特に近畿から関東地方にかけては強い雨や雷雨、そして強風による横殴りの雨にご注意ください。静岡県周辺では雨の量がまとまり大雨となる恐れがあります。関東から北日本については次第に風も強まりますので、最新の交通情報などもご確認ください。また昨日地震のあった東北地方、こちらでは地盤が緩んでいる恐れがあります。雨に伴う土砂災害の発生にも警戒が必要です。北海道は湿った雪からだんだん雨に変わるところが多くなる見込みです。ただ雪の時間が長い道東の太平洋側、内陸を中心に大雪となる恐れがあるため十分に警戒してください。日中の気温を見ていきますと、比較的過ごしやすい体感のところが多くなりますが、西日本では夜にかけて気温が下がりそうです。体感変化にご注意ください。では今日の花粉飛散予想です。西からだんだん雨の止み間が増えていきそうです。広島では多い予想、高知では非常に多い予想です。対策を万全にお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。